今回の F シリーズはダルビッシュだぜー。4年連続でポスティング要望してきやがって。まあその要望よりも若い初めてポス要望してきた時のやつで、今回はメジャーに行ってもらうぜー。結構長いことメジャーにいそうだな。ダルビッシュをもう存分メジャーで暴れてくるんやでー。ダルビッシュのメジャーでの成績は？ダルビッシュはメジャーで引退だ。ダルビッシュ帰ってこなかったか。ダルビッシュはもちろん金だぜ。日本時代ですでにかなり勝ってたからな。日本時代の時だけでもすでにレジェンドの活躍。奪三振ヤバすぎわろた。これがメジャーでどうなったかだな。初年度はトントンか。投球回少ねえな。あ、ヤバそう。防御率やべえな。あかん。大持ち直した。ダルビッシュレベルでもやっぱり活躍は無理か。どうあがいてもメジャーでは活躍できない仕様かもな。正直このダルビッシュは最強クラスだから、これでこの成績ってことはもう先発で検証しても無駄かもな。メジャーでのホームランは無理だったか。ということでダルビッシュの F シリーズはここまでだ。ダルビッシュでこの成績じゃ厳しいな。クローザーやセットアッパーならまだやれるかもな。最後の望みはリリーフ陣か。ということで今回はここまでだ。次回の F シリーズもお楽しみに。